いわき FC は、福島県いわき市、双葉郡双葉町、広野町、奈良波町、富岡町、大熊町、奈美江町、川内村、桂尾村をホームタウンとする社会人、サッカークラブ。J リーグ加盟を目指すクラブの一つである。もともとは2012年に創設されたサッカークラブで、2013年に一般社団法人いわきスポーツクラブを設立し、法人化。 大きな転機が訪れたのは2015年12月のことである。スポーツの産業化をキーワードに打ち出す、アンダーアーマーの日本総代理店、株式会社ドーム社長の安田修一と同学年で前に前にとゴールを目指すのがスタンダードになっている、世界のサッカーと落ちないように戦っているようにも見える J リーグとのギャップを感じていた湘南ベルマーレ代表取締役社長の大倉。 サトシが、意気投合。加えて、ドームが、岩木市に設置した流通センター、ドーム、岩木ベースのために取得できた土地が、かなり広かったことから、敷地内にサッカーグラウンドを整備し、サッカークラブを運営するという構想がスタートする。ドームは、子会社、株式会社岩木スポーツクラブを設立し、岩木 FC の運営権を一般社団法人岩木。 スポーツクラブから譲り受けて、クラブ運営に本格的に参入。大倉は、湘南社長を退任して株式会社いわき、スポーツクラブの代表取締役社長に就任した。ドームへの運営移管後、スポーツを通じて社会を豊かにするという理念のもと、いわき市を東北一の都市にする、日本のフィジカルスタンダードを変える、人材育成と教育を中心に据えるという、 クラブビジョンを掲げている。選手は全員ドームの契約社員として雇用されており、午前中はドーム岩木ベースの敷地内に設けられた練習場岩木 FC フィールドと商業施設併設のクラブハウス岩木 FC パークを拠点に練習を行い、午後はドーム岩木ベースでドームのスタッフとして働くという、いわゆる社員選手という形の生活を送っている。 ドームのノウハウを生かしたフィジカルトレーニングを主体とした練習に特徴があり、選手全員が専門の栄養士が管理する食事を原則3食取り、サプリメントの供給を受けるなど、選手の肉体強化に主眼を置いた練習方針となっている。エンブレムは岩市のシルエットを模したものに、右肩上がりの太いラインが入れられており、地域と共にある。 チーム像、チームと共に上昇していく、いわき市の姿を表している。チームカラーは、ハワイのキングが着用する、伝統衣装にちなんだ、キングレッドと、小名浜港をはじめとしたい脇の港を象徴する、港ブルー。クラブスローガンは、ウォークトゥーザドリーム。二千二2020年、田村大成4年目。DF、熊川翔、DF 付木優や、FW 吉田敦し、 FW シ,シーなランディ、FW 赤星勲佐尾朝ら13名が退団、引退したほか、MF バスケースバイロンが、チリ一部のウニベルシダカトリカに期限付き移籍した。一方で、岡山から MF、松本健太郎、ソニー仙台 FC から DF、田中隆志郎と FW、鈴木正代を獲得、また、新卒で、山口大輝、岩渕博虎ら6名が加入した。 シーズン途中には、作新学院大学からクロミーヤ渡る、SC 相模原から小田島礼を獲得する一方、アンデンライが、ノルブリッツ北海道 FC へ移籍したほか、8月25日に、今吉明平が現役を引退、10月27日には、ウニベルシダカトリカに期限付き移籍していた、バスケスバイロンが2020年12月31日までの移籍期間を切り上げて復帰した。 2月25日、J リーグ100年構想クラブとして承認。今回の承認に伴い、ホームタウンを従来の岩市に双葉郡独町に村を加えた京急市町村へ拡大することも合わせて発表された。その後、6月30日には2021年 J3 リーグ加盟へ向けた J3 リーグライセンスの申請を行った。9月15日に J リーグから J3 ライセンスが交付された。新型コロナウイルスの影響により、JFL リーグ戦は7月から1回戦争当たり方式でスタート。開幕から5戦は勝ちと負けを交互に繰り返し、第22節の時点で3位となっていたが、その後、第23節から3連敗を喫し、第26節の引き分けで11位まで転落。その後に連勝したものの、 ホーム最終戦の第29節ビアティン・ミエセンでの引き分けで J3 昇格争いから交代続く最終節テゲバジャーロ宮崎戦で敗れ JFL1 年目は7位で終了今季の J3 昇格が消滅した2021年田村大成5年目 MF 平沢俊介が現役引退 MF 前田直樹がフィンランド2部ムサンサラマ DF エズレイロドリゲスが鹿児島ユナイテッド FC F.W. 片山シンがミオビワコシガエ遺跡 MF テラムラコウヘイが奈良クラブ FW 吉田智もが高知ユナイテッド SC GK にたどり光田がブランデュー広崎 FC 駅現付き移籍し合計7名が対談した一方で千葉から FW 古川タイ京都から DF 江川慶城 岩手から GK、井庭幸太郎を完全遺跡で、徳島から DF、奥田雄大を期限付き遺跡で獲得した。この他大卒5名が加入し、合計9名が新加入となった。開幕戦第3節の3連勝、第7から10節の4連勝と連勝し、第10節終了時点敗戦なしの首位。ホームスタジアムは岩き FC パーク内にあるいは KFC フィールドである。 ただし、2020年に参戦する JFL で開催が義務付けられている天然芝グラウンドの確保ができておらず、クラブ代表の大倉は、当面、岩きグリーンフィールドや J ビレッジを会場として使用させていただくことで、検討していますと述べている。岩き市内でのサッカースタジアム建設については、2017年頃から動きがあり、2018年度、 いわき市スタジアムを中心とした街づくり、事業可能性調査を行った。これによると、最低1万5000人以上収容できる、天然芝を用いたスタジアムの構想として、平、小名浜、内棒、常磐の4地区から選定するとしている。なお、想定では、いわき FC がスタジアムを建設し、周辺整備を、いわき市が行うという想定でもある。 なお2020年6月に申請した2021年 J3 ライセンスにおいては、いわきグリーンフィールドの改修を含めた J3 基準のスタジアム確保が現状は困難であるため、陶器場のホームスタジアムを J ビレッジスタジアムとすることを定めている。大倉は今回の審査基準の中で J3 を戦うホームスタジアムを明確にする必要がありますが、 岩き市内に要件を満たせるスタジアムはなく、今年ホームタウンに加わった広野町の J ビレッジスタジアムをホームスタジアムとして申請しました。また、来年震災から10年を迎え、その節目の年に J リーグに参入し、震災後最前線で原発の復旧を支えた J ビレッジという場所をホームに戦うことができれば大きな意味を持つと考えますと説明している。 2016年10月、岩木市常番地区に練習グラウンド兼スタジアムの岩木 FC フィールドやクラブハウスを備えた複合施設岩木 FC パークが完成し、ここを拠点に練習を行っている FDK 岩木工場の跡地を利用して整備したもの。当事県リーグレベルのチームが専用グラウンドクラブハウスを設置することは話題にもなった。ありがとうございます。